時刻は午後7時になりました。こんばんは。ここからは愛知県東海市にあるメディアセーフ M からお届けするビートアランド834サテライトフラッシュ。毎週火曜日は僕たち BMK がリモートの生放送でお送りしていきます。さあ、今夜の担当は BMK から緑色中原聡太とピンク色美香ちゃんこと三角一輝です。よろしくお願いします。お願いします。 さあ、えー、僕たち BMK はですね、えー、東海エリアを中心に活動しているエンターテインメント集団でして、えー、ボイスメンの弟分として、うん、活動させていただいております。はいえー、お芝居だったりとか歌やダンス、えー、たくさん、えー、やっていますので、ぜひ今日初めて知ったよという方も、えー、ぜひ名前だけでも覚えてほしいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、えー、今日11月8日はですね、 いい歯の日でえー、ご合わせがいい歯の日だそうですよ。あとそれに加えて今日あの月食らしいですよはお月様が隠れるそう俺全然それ知らなくて、うん、あの一旦この昼目にね稽古あって、うん、で夕方ぐらいに終わってあ今日月でかいなと思ってたのにきい,はい、はい、あ綺麗な形しとるなと思ってで家帰ってまたここ戻ってくる時に、うん、あれ月 減ってねえと思って。減ってねえ。<laughs> <laughs> 確かに、昨日綺麗な結構、ね、そう、しかもなんか、三日月ぐらいになってて、うん、あれこんなことあるっけと思って、調べてみたら月食っていうん<ー>なんか19時59分8分ぐらいが、あの、一番こう、全部隠れる、綺麗に隠れる時間っぽいんではいはい、はい。我々ギリ見れるじゃないですか。そうだね。だから、このラジオ終わって、聞きながらでもね、そうね。楽しんでいただきたいなと思いますね。うん ちなみにこう、このベストスマイルオブザイヤーというのが、こう、いい歯でいい笑顔ということで、キャッチフレーズっていうのがあるらしいですよ。<laughs> ベスト、え、これ、誰に送られ、何を基準に誰に送られてる <laughs> <laughs> それはもういろんな大人の人たちが決めて、こう、いい、 笑顔いいいの人には送ろうというとだって探したらきりないやん、<laughs> これ。<laughs> まあ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 、日本を代表する笑顔といえばという。タレントさんの中にもちろん笑顔素晴らしい人いるけど。えー、い,るい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 る。 何その、出てない人でも、めちゃくちゃ素敵な映画をされてる方、発掘したら出てくるよ。いや、だからそれはもうも、う活動してる子代表ということでマジっすかい名乗りを上げてほしいな。<laughs> ね、そうだね。<laughs> しかもこういうなんか小さい頃ってさ、<うん S 2> あの、虫歯ゼロとか。あったあった。なかったあったよね。あ,<っ>あ俺は歯が前歯かけちゃったから、下の歯が。 全然そういうのもらえなかったんだけど。美、うん。ミカちゃんどうだったミスミはね、全然かすりもしんかったね。うん、あ、ほんとやっぱ綺麗な子、本当に綺麗じゃないその磨き方丁寧だったり。ああ、確かにね。ミスミね、歯磨きあんまりいい、今でこそちゃんとしますけど、うん、幼い頃、めんどくさくてめんどくさくて、ね。ああ、今なんかもう断るごとにやってるよね。うん、マジで。あの、お昼ご飯食べてなくても食べて、あの、食べてても食べてなかろうとう、うん、磨いてるから。じゃあ、 朝、昼、夜の3回ってことうん、うん、でも3回じゃないよ、ね。5回ぐらい磨いてる。えー、ラジオ前とかライブ前、歯磨かないと気済まないんだよ。あそうなんだ。一種のルーティーンみたいな。ルーティーンです、ルーティーン。ああ、ということで、えー、僕たち BMK がお届けするサテライトフラッシュ。うん、今日のメッセージテーマはですね、で、結局、秋の味覚ナンバーワンって何というと、うん、全く歯関係ないね。いや、咀嚼しますから。ああ、なる,なる咀嚼しますから、この歯で味わうっていうのがありますからね。 <laughs> はい、ということで、えー、ぜひ皆さんに送っていただきたいなと思います。はい、宛手先はこちらです。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンからお願いします。はい。また、メディアス FM の専用アプリからもお送りいただきます。うん。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。はい。そして今日の番組の告知動画をメディアス FM のツイッターにもアップしていますので、うん、メディアス FM のツイッターもよろしくお願いします。お願いします。さあ、ということでここで一曲お送りしていきましょう。BMK でトップオブトップ。 愛知県東海市にあるメディアセーフ M からお届けするビートランド834サテライトフラッシュ。毎週火曜日は BMK がお送りしています。はい、今夜の担当は緑色中原聡太とピンク色ミス三日月です。この後午後7時半、まえー、30分までお付き合いよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ここからはですね、皆さんからいただいたお便りを紹介していこうかなと思います。今日のメッセージテーマはですね、はい、で、結局秋の味覚ナンバーワンって何でございます。たくさんありますよ、ね。はい。さあ、それでは紹介していきましょうかね。はい。 それではラジオネームひまわりさんからいただきました。お<い>秋の味覚ナンバーワンは柿です。果物。果物。はい。 お家に柿の木があって毎日食卓に出てくるから大好きです。はあ、去年まではやら、えー、柔らかめな柿が好きだったけど、うん、今年は食べ過ぎ以来をしていた硬めの柿も甘くて美味しいことに初めて気づきました。<ー>そしておばあちゃんが作ってくれる干し,が、えー、干し柿も甘くて美味しくて大好きです。うん、なので秋の味覚ナンバーワンは柿だと思います。柿多かったね。今回、他にもいらっしゃるんじゃないですか 見た感じだと柿はねえ、うん、<ー>そうでもないこちら三ミの手元には栗多めですねあー栗確かにね栗もあるよねなんかさっきパッと見た感じで柿多かったよねただ我々の間では物議を醸してます柿ですかとナンバーワンではないんじゃないかというまあこれ人の好みにケチつけるわけではないんですけど <laughs> そう、ね、いやーそれはそれぞれあますから柿なんだっていうのもあるんですけど、うん 自分おいしいし、俺も今年食べたよ。食べた秋の味覚、多分なんなら一番食べたんじゃないかなっていうぐらい食べた。ただ、秋の味覚の代表ではあるけど、ナンバーワンかという。そうだよね。オンではあるけど、ないや、柿がないと始まらない、もちろん。確かに秋は始まる。 そこまで持ち上げるほどなのかなという,いそうだ、ね、なんか秋って言ったらオレンジのイメージあるやんへえ,ー、えない秋あんまりないかも多分紅葉とかがミスミはそうさせてるんだけどあ<ー>意外と秋の,その味覚でオレンジのものって柿ぐらいしかないんだよねあ<ー>かぼちゃってよくオレンジで表されることあるけど、うん、かぼちゃは緑だし まあ外外身というか皮の部分はね、うん、中どうなんですかって言ったら中巻きっきりじゃいです、うんあ,まあ焼いたらこう結構オレンジにはかかるけどだから色見ていくと確かにまあナンバーワンあやかなってですね,ねフルーツ部門でいくと個人的にはもうブドウだなブドウねブドウがやっぱ ああこの季節でしょう梨大好きだけどやっぱブドウかブドウの方が何かこの近いかなっていう確かにまあ分かりやすい甘さいうん、子供からもう万人受けそうだね美味しい甘さですからうん、うんえー、じゃあ続いていきますラジオネームつるこさんはい,はい、はい、えー、みかちゃんそうちゃんこんばんはうも私が思う秋の味覚ナンバーワンは黒豆の枝豆です えー、これは黒豆になる前の豆を早めに収穫して枝豆として食べるものです、うんえー、兵庫県では毎年秋になると黒豆の産地で枝ごと束になって売られています<う>大ぶりで豆の味が濃くてこれを食べないと秋が来たなぁと思えないくらい私にとっては定番の味覚です<ー><ー>黒豆の枝豆食べたことないわいい、ね、なんかこの地方の感じがそうだね特有の、まあ、産地ってことだからね 茶色の枝豆を食ったことあるけど、あれはまた別なんだよね。あれは違う豆みたいなやつは。ね、黒豆の枝豆ね <laughs>、うん。へー。それはもう枝豆だけど、黒豆だから黒いんかな色味。ちょっと調べてみていいですかうん。気になるわ。黒豆の枝豆。黒豆。うん、そう。ってことは、黒豆自体は冬ってことになるんかな旬で言うと。黒豆のおせちがあるから。そうだよね。うん。黒豆の枝豆。 黒豆だけで調べたら出てこない検索の仕方がでかああすごい黒いね、ちゃんと。ちゃんと、この皮というか、この身に包まれてるところは緑色なんだけど、中のいわゆるこう、食べるところは、ちゃんと黒だね。黒だね、すごいわ。初めて知った。素敵なお便りありがとうございます。ちょっと兵庫県でしか食べられない可能性もあるから。ね、行ってみたいね。ありがとうございます。じゃあちょっと、はい。ちょっとあの、 変わった一風変わったお便りがありました。はい、何でしょうラジオネーム、ジンジャーイズナンさんからいただきました。はい。そうちゃん、ミカちゃんは、うん。二人とも、栗顔ですね。栗っぽい <laughs> な。何の話をしてるんですか <laughs> ごめんなさいナンバーワンと全く関係ないんですけど、<通>まあ、秋、秋くくりで。誰ですかジンジャーイズなんで。あの、一番最初のところに、秋の味覚ナンバーワンって、こう、カッコで書くのはやめてもらっていいですか <laughs> <laughs> 全然味覚でも何でもないので。二人とも栗顔ですね。栗顔 <laughs> って何栗顔、ちょっと、この、 なんていうの褐色の感じなのかな、うん、色味が。まあ、まあ、その芋っぽいって言われるよりかは全然栗っぽい。まあ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 、確かにね。なんだよ、栗が。<laughs> 初めて聞いた言葉ですね、うん <laughs> えー。まあ、王道なところで言うと、ラジオネームボブポンさん。はい、えー。私の思う秋の味覚は栗です。ああ、やっぱそです。正確に言うと栗味のスイーツです。 ほうえ先日仕事中に職場の方からコンビニで売っているクリア時のロールケーキをおすすめしてもらいました <laughs> え。普段はいつの季節でもチョコ系のお菓子しか買わない私にとっては新鮮ですっごく美味しくて感動しました。というね、こう、クが多いですね、やっぱり。クリーは素だ、ね、ほ敵にも、ライオン風さんだったりとか、うんえー、他にもですね、ゆうかさんだったりとか、うん やっぱ栗は王道でしもね、ゆきさんから栗っていうのがあって、食べ方で栗きんとんね。はい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 。栗きんとんって、その地方によって違うじゃん。そっかこの、なんだ、そうか。西の方はそのさ、小籠包みたいな形した、その布でね、こう、なんていうの、押し込んだりとかして、形整えるデザート的なやつだよね。ただ関東に行くと、なんかおせちに入ってる、いわゆる、なんて言ったらいいんだ。 あれの説明の仕方難しいよね。そう、ただ地方によって違うのよ、その東と西とかで。だから、なんか好きなおせちで何って、うん、あの聞いた時に、関東とかの人で栗きんとんって言われると、俺らは、えあれ出てくんのデザート、ね、みたいな感覚になるんだよね。うん、関東は多分べちゃっとしたね。うん。その、潰したに近い形なんですけど、 うん、我々が住んでる東海とかは、うん、その、ちゃんとね。もっとなんていうの、裏越ししてあるような感じだっね。裏越ししてあって、この、うんうん、玉ねぎみたいな形な。そうそう,そう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 。あれがやっぱ馴染み深いですからね。面白いね、この地方。さっきのさ、黒豆の枝豆もそうだけど。うん、確かにね。 地方性出ますね。じゃあ、続いて、美香ちゃんいきますかはい、あ、これ、出てなかった、意外と<お>、えー。ラジオネーム、よしさんからいただきました。はい、えー。そうちゃん、美香ちゃん、こんばんは。こんばんは。私が秋に一番食べたのは、さつまいもです。おお<ー>。今年は初めて、スーパーの店内などにある、えー、焼き芋を食べました。ああ<ー>いいよね。小型のオーブンの上が、えーうん、保温できるようになっていて、お店で焼いている。お店で焼いているのも初めて知りました。うん。そうなんだ。 えー、紅はるかとシルクスイートの。はいはいはい。食べたんですが、え、紅はるかはホクホク。シルクスイートはねっとりした、えー、ねっとりしっとり。うん、同じように焼いても全く違うのに感動しました。はい、うん。お二人は焼き芋食べましたかといや、焼き芋は久しく食ってないね。食べてないなー食べたいなーあ、去年食べたかな今年じゃないけど。そう。あの、大垣になんか、うん、 冷やし焼き芋みたいのが今あって岐阜県にか冷やした焼き芋、うん、冷凍焼き芋みたいなそのシャリシャリ感と、うん、あの中のホクホク感がまた、うん、全く違う食感になっててすごい美味しかった記憶ある、ね、うか、ん、へえ焼き芋あのスーパーとかに売ってあるやつさ、うん、まあこの季節になるとよく見かけるじゃん、うん、でいい匂いしてくるやんやそうなのよ買いたいけどあれ一歩なんか出ないんだよねはいや確かにああいうととここで買ったこと え、あれ聞いたことあるあの、石焼き芋、お芋。あると思う。最近聞いた最近聞いてない最近ないよね。あんま見かけないね。あれ、なくなっちゃったの悲しいんだよな。そうだね。確かに。なんか昔家の周りでさ、うん、結構あの、何、軽トラで、うん。ってくれてたイメージがあるから。うんうん、いや、ちょっとそういうのを味わっていきたいよね。ね。 サツマイモはしかもあの他の何野菜とかジャガイモとかそういう芋類に比べて、あのだいぶヘルシーに食べられるから。うん、あ、そうなんですか、うん、そう。ダイエット中の中原さん。はい。いね、もうあれはね、すごくいいんですよ。だからジャガイモとか食べるよりも、あのサツマイモとかに変えた方が、あの、すごくね、体的にはいいんですよ。うん、へー。 おそうちゃんあの最近ダイエットしてるからこの時間ご飯食べれないんですよ、ねはい。この時間食べられないですね。18時からは確かに。はい、18時からはもう食べら一切食べないという感じなので、どうにかして水と炭酸水でお腹膨らましますよ。徹底してますね。詳しいな。<laughs> はい <laughs> えー、じゃあ続いて、えー、ラジオネーム、あさちゃんさんからです。はい。美香、えー、ちゃん、中原くん、こんばんは。まま結局私は最近寒くなってきたねと言いながら、ついついレジで購入してしまうコンビニのホットスナックが優勝だと思います。 え、買うつもりがなくても、レジに行った瞬間、あ、あとはアメリカンドッグ一つと言ってしまうこの現象にそろそろ名前をつけたいです。お二人はコンビニのホットスナックだと何が好きですかという。待ってください。秋の味覚じゃありません。<laughs> いや、これは秋に食べてるんで、秋の味覚です。いやいや失格です。<laughs> いや、全然大丈夫です。はい、これ肉まんとかも一緒ですよね。冬の味覚になりますよね。肉まんは辛うじて OK だもん。いやもう、もう一緒です。これ日本の四季を何だと思って。<laughs> いやホットスナック確かにねあ<ー>いいよねちょうどいい時期になるよねはいはいはいやあいや, <laughs> いやちょっとミスミはこれイエローカードですよ <laughs> ホットスナックいやホットスナック何が好きでもえっとハッシュドポテトえー あれ、最近だよね。あれ、割と最近だと思いハッシュタグじゃないでハッシュドポテト出てきたの。SNS。ハッシュドポテト、もともとなかったもんね。なかった。本当ここ3、4年ぐらいかな。うん。あの、チキンとか、こう、アメリカンドッグどこはあったね。あの、なんだっけ。焼き鳥とか、焼き鳥系はね。ウィンナー系。そういう系だったよね。ハッシュドポテトとか、あと、最近、フライドポテトも置いてあるらしい。ああ、そうだね、そうだね。俺は、あれだな。 よく、よく食べるので行くと、カラーゲーとかそういう系からね。よく食べてますね、うん。あの、レコーディング前とかは絶対食べるようにしてる。はいはいはい。<あ>油分もね。そうそうそう。あ,<ー>あれはルーティーンの一つとしてね。素敵。はい。という形で、まだまだこう、秋の味覚ナンバーワンを募集していますので、ぜひ皆さん送っていただきたいなと思います。それではここで一曲お聴きいただきましょう。BMK でレッドゾーン。 愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアランド834サテライトフラッシュ BMK の中原颯太とミスミ月がお送りしてきましたがそろそろお別れのお時間です。はい。ここで BMK からお知らせさせてくださいただきます。お願いします。はい。我々 BMK ですね、名古屋の矢場町にある BM シアターっていう専用劇場で、はい、え定期的にライブを行わせていただいてるんですが、うん、こちら配信がある公演もありますので、ぜひね、えー、今日のラジオを聞いて、はい、え知ってくださった方も配信とか見に来ていただけたらなと思います。 その他にも SNS とかやってまして、YouTube、BMK の公式 YouTube チャンネルで、3分でわかる BMK っていう動画が出てるんですよ。はい、ぜひね、えー、BMK の活動の軌、えー、跡とかもわかる動画になってますんで、はい、お手すきの3分間に見ていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 さあ、そして来週のメッセージテーマですね、日常生活の必需品ということで。あ、怪しかったけど、ね、必需品ね。日常生活の必需品いこ,、はい、これをもうみんなにこう、生きていく上で欠かせないよはいのを送っていただきたいなと思います。 僕はちなみに最近イヤホンがぶっ壊れましたので、うん、やっぱイヤホンって大事だなっていう。え昨日壊して今日買ったんでしょはい、昨日、じゃあ昨日壊しても昨日のうちに買っといて、<laughs> ネットで。で、今日届,届いてます。それは必需品ですね。必需品ですね。<laughs> うん、はい、なのでぜひ皆さんにも送っていただきたいなと思います。はい さあ、メールはですね、メディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、また、メディアス FM 専用のアプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしくお願いします。はい。そして、この放送はですね、メディアス FM の YouTube チャンネルにアー,カイブとし、えー、アーカイブとしてアップされますので、えー、ぜひメディアス FMYouTube で検索して聞いてみてください。はい。ということで、時間の許す限り、ちょっと読んでいこうかなと思います。うん、ラジオネーム、ごはるくんさんからですね。はい。えみかちゃん、そうちゃん、こんばんは。こんばんは。秋の味覚とい 言えばやっぱり新米です、ね、新米のあの甘さといったらご飯をおかずにご飯が食べられますねということでいただいてますよ <laughs> いやおバカさんでした <laughs> いやこれさ新米って食べたことあるさん何をもって新米っていうのかよく<や>その母親とかが学生の時に新米出してくれてたのかもしれないけど新米のありがたみを分かってない <laughs> <laughs> 下がバカですからね。何な,なんだろうあの多分今年取れたやつを新米っていうんでしょうんうんうん。じゃあ今食べてるやつはさ、うん、いつ取ったやつなの <laughs> 確かに。確かに。一、ねうん、年中あるわけじゃん。うん、多分去年のやつが こ分配しててあるっていうことななのかな大丈夫かな僕会社の方びっくりしてて、ね、BMK の子たち学ない本当に学ない話になっちゃいましたよね。うん、でも新米の美味しさを分かりたいな。<あ>そこまでとっと長持ちするのかなその前年とか前々年に収穫されたお米によって名前の呼び方変わるらしい。うん、ああ、そうなんだ。振る,る舞い分かんない。ま米ど,、ね、どっちか分かんないですけど。

ちょっとそこの違いのわかる男になりたいですね。あ,いいねあとさっきね、うん、ツイッターでハッシュタグメディアそういうふうにムで見てたら、うん、あの柿バカにしたじゃないですか。ばかにしたわけじゃないんだけど、うんうん、おい、ナンバーワンは柿じゃねえだろって言ったら、うん、柿派が怒ってました。やっぱいるんだ、柿が一番だと思い込んでらっしゃる方。<laughs> 思い込んでらるから <laughs> そんなこと言ってませんから、柿もすばらしいなと思ってます。そういですけど、ね。中原、中原です。中原 <laughs>、お願いします。いや、美味しいね。 美味しいんでいいんんでですけどね、うんうん、一番個人的にはやっぱこうね、うん、サンマとか王道、うん、になっちゃうけどサンマはねでもラジオあのお便り的にはいっぱいありました。ありましたかごめんなさい。うん、あとは栗じゃなくてあの松茸とか松茸、ねうん、そういう感じだったりとかまあほにもですね まあ、スイーツ系が多かったりしたかな今回は、お芋のスイーツだったりとか、はいはい、かあの、ラジオネームゆうかさんとかは、シャインマスカット。はいはいはい。これ、秋の味覚なの味覚じゃないぶどう、ブドウシャインマスカット、巨峰とかもそうですね。そうなんだ。秋の味覚ですか。それは初めて知りましたね。<laughs> バカ,バカ。<laughs> あと、リンゴっていう方もいらっしゃいましたね。いいね、リンゴ。リンゴはいいですね。うん、リンゴ確かに秋の味覚ですね。ちょっと柿は違いましたけど。<laughs> 海産物の柿の方。あ<ー>あ、ありました。いいね。 いいですよ柿はえ柿に親でも <laughs> 全然そんなことないです <laughs> はいということでまたたくさん、えー、送っていただきたいなと思いますはい、えー、この後はですね再び田中大介さんのビートアランド834でお楽しみください僕たち BMK とはまた来週このお時間にお会いしましょうここまでのお相手は BMK の緑色中原聡だとピンク色ミス三日月でした最後はこの曲でお別れです BMK で流れ星